変度調調は西洋音楽における調の一つで変動音を主音とする調調である。調合はフラット2箇所である。アカマスは一般に臨時記号により表される。和音は自然調音界で考えたもの。セブンの和音は V7 の、セブン7の和音は V9 の混音を省略した形とみなされることがある。その他のコードネームも実際の楽譜では、 異名動同音的に変えられることがある。シャルパンティエはこの蝶について、総例で楽しいと述べている。また、マッテゾンは、非常に気晴らしに飛んだ蝶、レーナ蝶と述べている。現代の多くの管楽器は変路蝶々を基本として構成されている。特に、クラリネットやトランペットの標準的に用いられる管は、変路管である。また、これらのほかトロンボーンとチューバは、 寄付では異常されないものの B 管を基本とするものがそれ以外に比べて圧倒的に普及している。このため変度蝶々は多くの管楽器が得意とする調べであり、吹奏楽などでは変歩蝶々と並んで頻繁に用いられている。吹奏楽で好まれることから軍隊、行進のイメージがあり、プロ野球の応援歌は変度蝶々であることが多い。18世紀までの管楽では、 変路蝶々の曲で使用するナチュラルホルンの種類によって高い変路蝶々と低い変路蝶々の2種類があった。通常は高い変路蝶々であってアルトの変路管を使用した。ホルンらしくない感高く壮麗な響きが特徴である。そのために同じ艦長のトランペットは使用できなかった。また11倍音以上は出しにくかったので2人、1組の使用で使える和音は 他の長よりも少なく単純な響きになっている。バッソの変度管ならば重厚な響きがして、B 管のトランペットが使用できたが、管長が非常に長いために応答性が悪く、定時バイオンが出しにくいほか、トランペットやティンパニの響きもあまり良くなかったので、用いられることは少なかった。カテゴリー、変度長調,調を参照。ありがとうございます。